朝起きたら雪がこんなに積もってました。バンパーぐらいの高さぐらいまであります。でね、ここは北陸なんであれなんですよ、雪が重たいんでね、北海道みたいにスッとバックして出れるかっていうとそうではないんですね。でこの車四輪駆動ではありません。 FF なんで、ここから除雪をせずにこの雪を乗り越えて道路に今から出してみたいと思います。まず今止まってるところは昨日の夜、雪がない状態で止まっているので車の下には雪が全然ありません。ですから、ここからはすんなり動くと思うんですね。動くと思うんです。ここは雪のないところ、タイヤが駆動してるんで。ただ後ろタイヤがああいう風に雪が新雪のところ踏んでるんでね、ここで滑りますね。あっちの左の前タイヤ滑りました。スタックしました。ここでね、無理やり吹かさないのがコツなんですね。一回前へ出てまた雪のないところを、走って、でここで坂が登れるか、また滑りましたね。もう一度また前へ出ます。そこで滑った時ね、無理やりエンジン吹かしてやってしまうと動かないんで、滑って動かないんですから、それ以上吹かしても動かないんでね、それを無理やりやらないということで、ここでもう一回前へ行きます。これでね、踏み跡をつけてるわけですね。で踏み跡がついたらこういう感じでなんとか道路へ出ることができました。滑った時に無理やり吹かさずに一度前へ出て、何回もバックして、徐々に徐々に踏み跡をつけて出すということがコツみたいです。